エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はい、やってまいりましたニックネーム能汁太郎さんからのお便り頂い,いております。 はい、お世話になります。吉谷さんは競艇やオートレース競馬などは行かれますか私事になりますが先日久しぶりに江戸川競艇に行って3連単オッズ20%前後でまあまあ大勝しました素晴らしいコツを控え馬券や船券を購入しなくてからの収支が安定していけるように感じます競馬については船橋競馬場がスタン,スタンドを改装したら久しぶりに行ってきた 行,きたい行っていいいきたいと思いますやっぱり失敗からの改善は重要だと認識させれました3連,連覆単勝などの硬いところまで狙いすぎると勝っても配当が少ないのでトータルでは確実に損をするなどいろいろと長年失敗しまくって学ばせていただきました 書いてたら江戸川協定行きたくなったので定期的に行ってきます毎回3連単を都ごとに購入したり決まった番号のみ狙うとかいろいろ作業を考えてるのは面白いなと思っていますそれにしても勝った金って結局使ってしまいますね勝ったら購入しようかなとぼんやり思っていたものも実現してたら脳汁垂らして気づいたら全て使っていましたまあ損はしなかったでよかったですこれにパチンコやスロットをやると歯止めが効かなくなるのでそろそろ ほどほどにしておきます。最高すぎるぜ、江戸川協定ということで <laughs>。おめでとうございます。なんか、脳汁太郎さん、脳汁垂れたみたいですね。勝ったみたいですね。はい。結論、僕は協定やオートレース、競馬、一度も行ったことないですね。僕がギャンブルで行ってたことがあるのは、パチアスね、スロットですね。で、パチンコはね、ほとんどしないですね。だから人生41年生きてますけど、パチンコをやったのは、10回ないですね。41年生きてきて、パチンコ、 台に座っってパチンコ打ったのは10回ないですね、うん、だけどスロットはもうめちゃめちゃいきましたね。でもうここ1年行ってないか。あのね、まあ、ぶっちゃけ言うと1年前か2年前ですかそうあの ?GTR がねバーンって売れまして <laughs> 結構なね額がね一括でバーン入ってきたわけですよ。で、あのその金で遊ぶっていう <laughs>。 いやーでもね今思うとねまあ60万ぐらい多分トータルで60万ぐらいすったんですよスロットで GTR の金が60万パチンコで消えるスロットで消えるつってねちょっとあの後悔をしましてもうやってないんですけどでももう1年ぐらいやってないからまたちょっとあのなんかこの僕もねこの話聞いてたらまたちょっとスロット行ってみたいなっていうのはねそう 元々ね、僕はね、その、ギャンブルやらない人間だったんですよ。で、大学の時に、そう、あの、同期の子がね、あの、スロットにはまりまして、で、その、友達から金を借りてまでスロットにはまるっていうことをやってて、僕はその子を説教してたんですよ。お前何やってんだみたいな。金借りて、友達から金借りてね、スロットしに行って行って、まあ、部活にも来なくなって。 まあ仲良くしてた子なんで、まあ、めちゃめちゃ説教とかしててで俺はでその時はもう僕はスロットに行く余裕とかそのギャンブルする余裕なんか大学時代なかったんですよね親の仕送りなかったしあの自分でバイトして自分で全部整形立ててたんでそもそも学校部活バイト学校部活バイトの4年間でだ休みだバイトも収録で入ってたので 休みっていうのがほとんどなかったですね。お正月もバイトしてたりとか、ほぼほんどなかった。仕送り。だ本当はね、その、そのお金借りる予定だったんですよ。なんだけど、偏差値が足りないから、有利子じゃないと貸せませんって言われて、じゃあ、じゃあバイトしようっつってバイトで、あの、やりくり。まあね、僕は一応特待で、あの、大学は入れたんですけども、ね、私生活、まあ一人暮らししていく上での私生活の部分に関してはお金必要じゃないですか。 だからね、みんな同期の子はね、あのー、カーサっていうね、あのアパート、あの結構、6、7万するところなんですけど、最初僕もそこ住む予定だったんですけど、吉田アパートに変わりまして、ボットン便所ン共同風呂の家賃2万円に変わって <laughs>、まあ先輩がね、あのー、拓郎、いいのを見つけたぞっつってね、最初はカーサ住む予定だったんですけど、先輩が見つけてくれて、まあ、事情知ってるんで、金がないっていうの。 で、そのやり、4年、そこでやりくりしましたね。うん。だからまあ、大学時代はねその、まあまあまあ、その時間もなかったし、余裕もなかったんで。ただ、ねまあ、この話を知ってるとは思いますけども、まあ、その後、まあ、うー就職医者、あ、就職活動もざ散々でしたけども、まあ、2月か1月も卒業間近に、 まあ訪問販売、えー、リフォーム会社の訪問販売の会社に内定をもらいましてでそこでまあ就職はできたんですけども、まあ、半年後ぐらいにそこの会社が倒産しまして、まあ、超絶ブラックでしたけどね超絶ブラックでしたけどもうぶん殴られるしなですかねもうとにかく北朝鮮みたいな軍隊みたいなね朝礼朝朝っぱらから朝礼でかかあのなんだ 声出し1時間半ぐらいするみたいな <laughs>。で、今日の目標みたいなね。今日の必達とかね。あの、グループごとで、ね、もう大声で発表するとかね。<laughs> まあ、すげえ会社でしたけど。そう。で、まあ、そこの会社が、まあ、半年ぐらいで倒産して、でそこから、まあ、ニートになって。で、まあ、実家の暮らしでニートで。で、まあ、最初は良かったんですけど、1、2ヶ月経ったら、親父がね、もうめちゃめちゃブチギレて。 もう働けみたいなね。で逃げるように、パチ屋に。人生で初めてね。その逃げるように、その、夜ね、9時ぐらいだったと思うんですよね。うん。で、そのパチンコ屋に初めて入ったんですよ。一人で。うん。で、打ち方もわかんない。スロ,、まあ、スロット台まあジャグラー座ったんですけど、あの、まあ当時はジャグラーっていう名前もわかんなかったと思うんですけど。で、そう。未だに覚えてるな。なんかあのね、ネオン街がね、 あのパチンコ屋ってまあキラキラしてんじゃないですか。だからなんかね、ああなんか自分はもう人生もうオワコン、ね、引きこもりにーと。でもうなんか就職もなんかもう怖くてできないみたいななんか、でもそのパチンコ屋のキラキラ光ってるやつになんか蝶々のようにこうなんですかね、ひら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 この吸い込まれるようにね、入ってった記憶が未だにありますけど。 で、まあ、3000円ぐらい入れて出たんですよね。だけど、換金方法がわかんないですあ。まあ、あとはまあ、目押しができなくて、なんか光って、55ゴーゴーランプが光ってんだけど、ね、ちょっと、ね、スロットやんない人、ジャグラー知らない人はわかんないと思うんですけど、そのジャグラーってやつはもう55ゴーゴーランプつながって、ランプが光ると当たりなんですよ。で、当たってんだけど、なんかあの、揃えられないっていうね。で、隣の人にすいません、これ多分当たってると思うんで、ちょっと押してもらっていいですかつって、で、ビックでしたね。 球がいっぱい出てくるわけ玉じゃねえコインだコインがいっぱい出てきてわあすごいなみたいなだけどまあ僕はそのスロットをやる目的で入ったわけじゃなくて逃げるようにそこのパチーヤに入ったのでまあまあまあきもうちょっと気分が落ち着いてでもうねそんなお,、ね、お金も突っ込めないしやりゲーム性もよくわかんないんで換金これメダルどうするって話なんですよね で、そのメダルをですね、隣の人に全部あげて、これすいません、いいっすよ、みたいな。<laughs> あの、ありがとうございました、みたいな。そう。で、出てって、次の日から次の日からも毎日、まあ、パチってスロットですね。次の日から。<laughs> でも最終的にはね、僕はあの、まあ、この話知ってると思うんですけど、最終的には全く目押しもできない素人から始めて、まあ、当時4号機もあったっていうのもあるんですけど、 その毎日やっぱ価値観に見てデータ見たりとかするのでまああともね雑誌とかも読むようになって目押しもちょっとある程度できるようになってで50万あった貯金を100万まで増やしてでいまだに覚えてますけど100万になった時に1万円一万円札を10万円にこうまとめて目の前に並べて目の前に並べてよし100万だとよしこれから俺はスロプロで生きていくみたいなね。 なんかそういう時代もありましたね。だけど、結局、あの、その100万はすぐなくなりましてっていうね。<laughs> すぐなくなった。そう。まあそういうのはありますよ。で、まあまあまあもう毎日も半年以上かな。もう多分半年以上毎日パチンコ行く人生だスロット行く人生ってあんまなくないですか毎日ですよ。本当に毎日です。朝10時から。 でしかも朝10時からその閉店23時ぐらいまでですねずっとパチ屋にいるっていう、まあ、だから実家に帰りたく実家に帰りたくなかったんでうんそうだからそのまああのー、パチ屋に行って座れなあちょっとデータ的にちょっとこうおいしい台ないない,とい場合はパチ屋の中でそのうろうろしてね時間潰して台見てハイエナみたいな感じでやったりとか まあ、とにかく、あ、あとはね、スロット、あの、パチアをこう回るみたいな話ですね。パチアた、回る旅みたいな話で。そんなことやってましたよね。だからまあ、だからやっぱそこの、なんか、その、んー、そこで得た、なんかそのんそこで得たなんかそのうまみというか、脳汁、脳汁の記憶ですよね。<laughs> なんか思い出というか。だから、今、未だにたまにやっぱパチアへ行って、 行くときや、でもね、ハマると僕ハマっちゃうんで。だからその、GTR 売った年か、結構ハマっちゃって、だからその時も結構毎日行ってましたよね。そうそう。毎日その時も <laughs>。まあ普通にね、商品売ったりとか動画作ってたけど、実は、あの、パチンコや、まあスロット毎日行くみたいな。で、その、ね、毎日データ見るみたいな。そう。毎日そのデータ見て、そのなんか、ウェブで今見れる、 ですよね。まあ、あ店舗によってあれですけど、その全部グラフ見れるんですよ。グラフずっと見て、いろやってましたね。ハマるとダメですねそう。僕。もうずっとハマっちゃうんで。それで、僕はあの GTR 愛車のお金を吸ってしまったという反省で1年ぐらいもうちょっとやってないかな。そう。いも,もうなんだかんだ言ってね、うん、今年も終わりますからね。<laughs> 今年打ったかな今年あ今年打ったか忘れたな。まあでもななんか結構打ってないような気がします。うん、すいません1年は盛りすぎたかもしれないですけどでもなんか僕の記憶の中ではもう全然パチャに行ってないですね。うん、直近では、うん。でもこんな話してるとまたちょっと行きたくなってきましたけどね。<laughs> うん。そう。なんかねあのもうやっぱずっと考える仕事をしてるのでなんか 最近はもうなんか何もその、うん、なんだろうなもう趣味みたいな感じっすよねなんか気晴らしみたいな感じでまあ僕キャバクラも行かないしそのねそんなにお酒豪酒で飲めないしだからお金使う場所があんまないというかまああるっちゃありますけどそのあるっていうのも結局ね仕事で使うものを買うっていうのが結構あるし ご飯も別に自炊する、未だにするし、で、うん外食とかも吉野家とか、なんすかね、なんかそういうとこばっかなんで、パパって食えるとこですよね。なんか、あんまりその、飯にこだわりが全くないので、僕。うん。なんか飯代もそんなかかんないんで、うん。だからね、今年か来年ですけど、 あのね、ついに MacBook Pro M3 モデルが、あの、100万を超える、フルカスタマイズすると100万超えるんですけど、そこにお金を突っ込もうかなっていう <laughs>。ついにノートパソコン100万超えてきたみたいなね。今使ってる僕パソコンが M1 チップのフルカスタマイズの16インチの MacBook Pro なんですけど、これフルカスタマイズして70いくらだったんですよね。そう。 で、さえ、で、M2 買おうかなと思ったら、M3 出まして、M3 をフルカスタマイズすると、100万超えてましたね <laughs> うん。まあ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 、あのー、まああんま使わないので、そういうところに使っていく。まあ仕事で使えますからね、パソコンは全然。でもそんなフルスペードいらないんですけどね。いらないんだけど、まあぶっちゃけまあ、あのー、経費計上もできますし。<laughs> パソコンですから。そうパソコンですから、もう、ドア買いても、うーん、経験上できますから。まあでも値段が値段なんで、まあそれはなんか、なんか、処理している、なんかち、なんか処理の仕方があるのかな。うん。でもまあ処理はしてくれると思う。まあ僕、税理さんに投げてるんでね。うん。なんかあんまりに高いとなんだっけな、僕も詳しくないですけど、なんかあまりにも高いと、なんかんな、なんかあるんですよね、確か。うん。 でもね、競馬もね、まあ、ハマったらハマっちゃうかもしれないですね、競艇とかオートレースも。うん。でもなんか僕はまあスロットのその思い出があるので、なんか行くんだったらやっぱスロットっすかね。なんかね、あのね、おっさんになったのかわかんないんですけども、あの、ジャグラーのゴーゴーランプの光がね、なんかね、味が、味があっていいんですよ。味があって <laughs>。 なんかあの、もうめちゃくちゃ、まあつまんない人はつまんないとは思うんですけど、なんかね、あの、もう本当に単調な、ただ5号ランプが光るっていう、もうすげえシンプルなゲーム性。<laughs> なんかあのシンプル is best というかね。かジャグラーはいいっすね。面白い。<laughs> 今のすみません、5号機とかスマスロとかよくわかんないんで、 なんかねスマスロでね北斗が出てなんかそのもうそのね子役が出たらそのままあのボーナスに入るみたいななんかそのややこしいのはなくなったっぽいんですけどねだ今ってなんかよくわかんないんですようーんそうだからジャグラーは昔から変わんないゲーム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 とい,い,い,いうかねうーんただゴー,ゴーランプが光るか光らないかっていう ほんとそれだけなんですけどねこれ何なんだろうななんか味があっていいっすね55ランプそうで僕が好きな機種がポワーンって光るやつなんですよでこれもなんか新しく出てたんですよねまたポワーンってそのポワーンっていうそのポーンって出てくるやつですそう味があっていいんですよ <laughs> うーん まあ今はもうなんだうーんまあ最近はそうそうそうコンサルもやってるからねあんまりそのうーんそうだからその GTR 売ってた時はそんなコンサルやってなかったんだよほとんど確かうんやっぱね一日で1時間でもコンサル入ってるとねえまあ行くんだったらやっぱねずっとやりたいじゃないですか <laughs> <laughs> なんかその <laughs> あこん,なんかパチなんかパチやスロットでスロット打ちながらあもうちょっとでコンサルだみたいな感じでスロット切りやちょっと休憩みたいなねなんか食事中みたいな貼ってねコンサルしてまたスロット打つとか微妙じゃないですか <laughs> 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 ジャンキーですよねそうまあ, <laughs> まあそのコンサル生もねまさかスロット打ってるとは思わないでしょうけどね <laughs> さすがにそれはちょっとやれないですね、うん、そこそれになったらまあちょっとジャンキーですねもうそこまでいっちゃうとうんそうだ最近はほとんどやってないのでまたなんか僕もなんか話してるとやりたくなりましたねなんか昔の思い出というかねうんそうまあ何そのまあ趣味って というかね、まあいろんなその趣味ってあるじゃないですか例えば何すかねツボが趣味ですツボ骨董品を集めるのが趣味ですっていう人もいるじゃないですか,だから結構お金の使い方って別に僕は何でもいいんじゃないかなと思うんですよただただですよ何でもいいんだけどもそのビジネスによるんだったらその自分が成長するための自己投資にお金使った方がいいよねっていうのはビジネスライクのお話なんですけどもその趣味までいっちゃうと別に何でもいいんじゃないかなって 別にネットフリックスにお金払ってもいいわけじゃないですか。別に映画見てもいいだろうし。ね。アマプラ見てもいいだろうし。だから僕なんかあの、バチラーとか好きですからね。バチラーを見て、ビ、バチラーを見て稼げるのかっていうと、うん、まあ稼げないことはないか。それをネタにして、ね、あの、アクセス集めてっていうことはできたりとかするんですけども。なんかその、なんすかね。うん、まあでも学解釈の仕方次第だからな。うん。そう、バチラーからの学びも結構あるっちゃありますからね。 僕は福田萌さんがめっちゃ好きなんですけどあれよかったな福田萌の自分の人生は自分で決めるのみたいなねまさかの選ばないみたいなねいやバチェラーのね福田萌が僕一番好きあのねスギちゃんがいいんですよスギちゃんがもうねスギちゃんと高校まあ高校さんも最終的になんかねあのまた出てなんかあのそうなんかま結婚したのかなうん もうスギちゃんが良かった、まあ、あのねあの,キャラあの出てた男子が非常に良かったそうだからどうしたのって話なんですけどねうんでもまあそういうのはあのね娯楽というかエンタメというかそういうのもあの必要だと思うんですよねなんかあのコロナになった時にその 音楽は必要なのかみたいなね。なんかそのね、その音楽フェスとかね、もう全部できなくなって、で、音楽って必要なのみたいなね。うん。だけど、やっぱりその、うん、音楽とかエンタメ、お笑いとかね。別に何だろうな。別にそれがなくても生きていけるけども、あった方がより良い。 なんか楽しみがあるじゃないですか。音楽聴いて、そのフェスとかも楽しいだろうし、まあ僕ね、今年ピースのライブ行ってきましたけど、やっぱすごかったですね。すごかったですよ、あの体験から。人生で初めてライブみたいなとこ行きましたけど、すごかったね。うん。だからそういうのもあってもいいと思うんですよね、全然。うんう。まあ人それぞれね、まあギャンブルがダメだっていう人もいるだろうけれども、そもそも、 僕かかららすすると人生がギャンブルですから、ね、<laughs> どうすかだって一度しかないわけですから一度のギャンブルですよねどうすかこれやり直せるんだったらねなんかその人生何回目みたいなのありますけど <laughs> その人生何回目ですかみたいなねそのその松本人あのあれですよあのドラマであったんですけどあの,あの人っすよね人生何回目結構面白かったですよ あ,あ,のあの人僕好きなんですけどね人生何回目のあのドラマの脚本誰だっけなバカリズムさんだバカリズムさんが脚本したその人生何回目っていうねそう結構面白かったですねうんいやバカリズムさんも結構ねなんかね人と違うと見え方をしているのでそうすごいなと思いますけどブラッシュアップライフか いつだ今年だ今年かこれ。うん。はい。まあ、一度しかないギャンブルですよ、人生も。本当に <laughs> その。そのギャンブルに勝つか勝たないかっていうね。だから僕、カイジも好きなんで、うん、カイジもギャンブルじゃないですか。うん。で,でも人生ギャンブルだと思いませんだって一回しかないんだから。リセット効かないし。うん。何やんのかっていう。 まあ僕はもうネットビジネスやって、まあうまくいったからいいけれども、じゃあ全員がうまくいくのかっていうと、まあね、途中でやっぱ辞めちゃう、まあね、辞めちゃう人いるので、まあ辞めたらさ、無理じゃないですか。まあ僕いつも言いますけど、さすがに10年以上ちゃんと勉強してやって稼げないってことはないと思うんですけど。<laughs> まあ途中で辞めちゃうんだよね、みんな。うんな。なんかリスクないし、ちゃんと勉強してちゃんとやれば稼げないってことは僕ないと思うんですよ。 で僕しか稼げないんだったら、熟成さん誰一人稼げないじゃないですか。うん。まあ僕はもう現場でそのお客さんが変わっていく事例もね、見てきましたから、やっぱちゃんと勉強してちゃんと続けてる人は、やっぱ変えてますからね。うん。成功する方法っていうのは成功するまでやるって、もう本当にもうシンプルにそれだけですから。で、ネットビジネスの場合は、成功するまでできるんですよ。情報発信なんかは。別に YouTube いくら撮ってもいいし、いくらでもできるじゃないですか。 でもこれが成功できるまでやれる事業なのか、ビジネスなのかって話で、ラーメン屋をね、成功できるまで続けられるかって言ったら無理じゃないですか、固定費とかかかるし。そう、YouTube 固定費ゼロですからね。うーん。僕もこの L の部屋も続けられる理由って、うん、その YouTube のプラットフォーム自体が無料で使わせてもらってて、ランニングコストも何もかかんないんで。 うん、だから僕はまあ続ければいいのになといつも思うんですけどね。だって続けられるものなんだから、そもそも。普通のリアル店舗だったら続けようと思っても続けられないですよ。売り上げ上がってなかったら、ね。銀行の融資も限界あるだろうし <laughs>。で、借りまくってたら今度、それ返さないといけないからね。今度、もしうまくいかなかったら、本当に返済時刻になるし。うん。そう。 はい。ということで、なんか話してたら、ギャンブルしたくなりましたね。まあでも人生がギャンブルなんで、はい、ちょっと仕事頑張ります。あの、パソコン100万買うんで、それも頑張んないとね。うん。いや、でもね、なんかね、M3 モデルからね、初めてブラック、色がね、ブラックモデルみたいに出たんですよ。で、コードもブラックで、ちょっとそれをちょっと買おうかなって。今までは、あの、なんすかね、 スペースグレーみたいなやつだったんですよ。それがもうブラックみたいな。シルバーと、まあ、シルバーは昔からあるんですけどね。初めてじゃないですかね、あの色は。ちょっとそれをちょっと100万超えの。まあもう、もう動画のネタにもめっちゃしようと思うんですけど。だって100万のパソコンまあまあ買うやついないじゃないですか。<laughs> まあまあいないですよね。<laughs> ちょっとネタにしたろうかなと思いますけどね。でももうさすがにその M3 チップ買ったら、 もう5年は使おうと思いますね。もうだってもう、モリモリなんで、正直ずっとまあまあ使えますね。うん。まあ、正直もう10年ぐらい使えるんじゃないかっていうぐらいのほんとスペックですよ。マジで。この M3。で、ねま、マ Mac のちょっと見てほしいんですけど、ね、M3 チップのフルモデルで、モリモリでやったら、多分、ネットビジネスで、その <laughs> いらないんですけど、ブログ書くとか、なんですか、 レター書くとか、かその程度の作業で、あのスペック全然いらんよっていう <laughs>、全く必要ないよっていうぐらいのモリモリスペックなんで、多分まあ、壊れない限りもう本当ずっと使いじゃないからもうサクサクずっとサクサクいけるんじゃないかなとは思うんですけどね。うん。はい、まあということで、あのー、いろいろ脱線はしましたけど、結論僕は、 あー協定とか競馬は一度も行ったことありませんということですね、はい。終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。